案内してあげるからついてきて。この先に物語があるわよ。見ててあげる。ジョナサンの時代から50年後、1900石油を掘り当て大富豪と彼の招きにより、ジョセフ・ジョースターがイギリスから。ジョセフはジョナサン・ジョースターの孫にあた。彼はドイツ軍人シュトロハイムの指揮する実験施設において、ジョセフの活躍によりサンタナによる世界滅亡だが、その後スピードワゴン財団の調査により、ハトと女の子。無理だね、お前の波紋では。ならばてファイナルラウンド、クラッカーボーラー、ファイナルラウンド、クラッカーボーラー、話の手品だ、クラッカーボーラー、オーバードライブのビート、苦しく泣いてやるぜ。したてえの態度、必死になって石の不気味。もう突き止め追ってきたのか、エイジャの。ほう、鋭いいい目をするようになったな。ラウンワン、ファイト、ラッカーボーライ、宣戦布告だぜ、ラッカーボーライ。それでいい、それがベスト。リタイル、ワンブリーフ、スプリット。の魂、俺の精神テンションは今貧民時代に戻っている。父が貴様らの罠に殺された。いいだろう、まずこのラウンワン、ファイト、風だけを感じて物を、クラッシャーボーライ、何、貴様、貴様の風の、風に帰る戦士。
一緒に戦ってくれ。俺は貴様の素晴らしいナイスファイトを。ラウンドワン、ファイト。シャバカボラ、何やってんだ。宣戦布告だぜ。セーティフォワード。マジで、宣戦布告だぜ。クワッコだ。戦士としてはすごかった。リサリサ、ジョジョをつなぐ絆。てめえの根性は畑に捨てられ。このカーズはこのようにゆっくり近づき、ラウンワン、ファイト。何しろ、ラブラッカーボーイ、何やってんだ。宣戦布告だぞ。さあ、何を食わすことろ。たった一つだけです。ジョジョ、貴様だけはどう。新しい誕生祝いだ。そら、待っておれ、今殺してやる。ゆっくりと取り殺してくれるわ。どけどけ、超生物カーズを倒すためジョセフは戦闘機に乗り込んでイタリアの、だが彼はカーズの追撃により重傷を負い、さらにこの呼吸法だ。無限の谷底へ溶けて流れ落ちろ。何？石石、石石は波紋増幅、通りに変身して逃れてやる。なあ、さすが地球のエネルギーだから俺のさっき切断された手が飛ばされ、そうカーズ、貴様はこれも計算。当たり前だぜ。この状況本当は違うけど、カーズが悔しがる。しかしその噴火のエネルギーを利用し、カーズは二度と地球へは鉱物と生物の中間の生命体となり、永遠に宇宙空、そして死にたいと思っても、そのうちカーズは一方、死んだと思われていたジョセフは奇跡の生還を、リサリサの召使いスージー Q と夫婦になって皆の前に姿を、そして時代は流れる。ジョジョは